We're at the shop at the top of Mount Hagoro, and a friend of mine, well, he's a friend of Master Oshino. He sells horagai, the conches.貝はもともとこうだよ、うん、元これで音が出るから。この貝はどっから？これ輸入品。輸入品、うん、多分フィリピンから来てるやつ。中に土砂入ってるから、まあ、キリは分かんないけど、これで元は出る。綺麗。 今作ってるやつもっと綺麗なやつ。うわ、これで元は出るんだ。これ穴開いてんだよな。取りづらいんだ。あ、これ穴、あのなんか貝加工したみたいで穴開いてる。おお。最初はこうで、うん、で最初はいや、この先ちゃんとついてる。これまだ開けてないやつ。あ、これ開けてないやつなんでしょ。先ちょちゃんとついてるから。これも重たい。ほらっていうか、これ重たい。重、これは確かに重い。持ってる、大変だ。これは詰まってますね。首が捻挫する。肉の厚いやつは音も違うしな。あ、そうですか。うん、これ貝の蓋。蓋、はいはい。あ、ここにこう、うん、蓋がついてんだ。この方もメタに出てこないけど。おお。へえ。これはここにあるってこと。うん。ここ入ってるんだね。おお。へえ、面白いですね。なんでそんなものが手に入るんですか。面白いですね。これ一緒に来てるんですか。ついてくるんですか。いくらですか。これ14万。これ14万。うん、両方とも買いをつけて。これができると16万ぐらいだ。これ16万、うん、わすごい、16万。10万と12万と10万。10万のやつは鶴岡のお父さんがして、俺死なないように持ってきてくれなって言われて、今急いで作って結構出るんですか、このホラバイ。出る時で年間で20本から25本ぐらいだな。へえ、うん、ああ、はいはい、もっと作れるんですか。いや、作ろうと思えば、貝さえ入ってくれば、うん、と需要があればいくらでも作れる。うん、需要はあります。あります、あります、うん、あれ、あの秋の実に入ってません。ですよね。ですよね。今年も中止でしょ。ねえ、来年は大丈夫。